みなさんこんにちは。幸福戦闘佐賀の中島徹です。今日のテーマはこちら。以前の妖怪。鍋島観賞校。司馬太郎先生のよって候。この小説の中の第四章に。以前の妖怪。鍋島直政。鍋島観賞校の営業が。書かれております。鍋島観賞校は。質素倹約。 そして合理主義を徹底した方であると思いますいち早く西洋列強のですね、えー、科学技術これを取り入れなければならないと思ってですね、えー、それを輸入するのみならずですねこれを自前で、えー、佐賀で作ってしまうというふうにしてい、えー、った方でございます。のの戦いの後に えー、この京都を訪,れ訪れた人がいますそれが鍋島あ乾燥港でございました鍋島乾燥港はあ当時は幕,幕府に就くかそれとも新政府に就くかやはり、えー、はっきりと決めていない状況でもございました京都嵐山の桜吹雪のもとを訪ねた時にとを訪ねた時に一人の 人物に出会いますそれがこの方木戸後院桂小五郎でございますえ桂小五郎は鍋島勘三昆に会うやいなやあなたの軍事力これを私たちに使わせてくださいというふうに申し入れをしますそして、えー、鍋島勘三昆は一言「使え」というふうに言うんですね これをもって「薩長土肥の日」が出来上がりその後戊辰戦争は、えー、勝ち続け最終的に新政府設立ということになりました肥前、えー、鍋島藩の軍事力科学技術力があればこそですね明治維新は完成したということでございました今日の「さわや一番 TV」では「自然の妖怪」 鍋島乾燥工を特集させていただきました次回お楽しみに